よいしょ。初こぎっていう人も多いと思うので、ちょっともう一個動画撮ってるんですけど、短いの、やってみてください。まずは、椅子に座ったらここを持って前傾して足踏んでみてください。そうするとシートにね、ザリガニみたいな感じでお尻がちゃんと入ります。お尻が前だと骨盤曲がってるんで、骨盤立てるようにちょっと前傾してる感じです。はい、次ね、結構ね忘れがちなのがパドル垂直。こんなねこうやって人めっちゃ多いんで、これだとロール上がんなかったりドローストロークが斜めになったりする、ね、手首が変な角度になるんで、垂直、ね、こういう人めっちゃ多いですね。スクールで教えてても、そこから直す人めっちゃ多いんで気をつけてください。はい、で、みんな大好きロールね。ロールセットするときにこのまま前傾してこういう風にロールをセットする人めちゃくちゃ多いんですけど、これやってみてくださいね。横向いてそれからセット、こうすると、骨盤が右にもう曲がってるんで、復元力高くなります、ね。初こぎっていう人はちょっとやってみてください。座り方、パドル立て、それからロールの時は腰をひねってからセット。以上です。今日はどこだって来春から増水してまちまちですね。はい、こういうこれ水が変わった曲がり戸なんですけど、ここよく見るとエビになってて反転流で戻ってくるんで、ここに直でストーンと入ってくると押されるっていうのを計算に入れてないとエディキャッチしたらそのまままた入っちゃったりします。よくねラフトがなるんだけど、カヤックはそこまで引っ張られないかな。でここにブルーのラインがある、窓が開いてるんで、ここ狙うと結構成功率高いかもしれないです。でこっち側普段ね通ってたところは、だいぶ厳しいですね今日は。結構ガッツでボールパンチングして出るかな。ここに1本筋があるんでここで出るかもしれない。俺今日ソロなんでここは行かないで、セーフティーっていうかね、まあほとんどチキンなんだけど、上のエディここ入ってこっち抜けで、ここ回ってくる、ね、もしくはこの岩の手前、ね、ここ行ってあの岩のエディキャッチみたいなね。上速いんだけどそんなに暴れてないんでコントロールいくんじゃないかなと思います。はい、ぜひガッツリ行く人を見たかったな。はい、縦目線だとこれかな。このラインに入ってそのままこの岩ギリストーンっていくと扇状に広がってるんで、ギュッとこっちにね入れてど真ん中には入んないと思います。ただ、こう行くとこの波に連れられてこっち行って一番きついところに沈み込んで、浮いて出てくる感じだと思います。スターンがコントロールできない。めったくそ。さあコンパクトに突っ立つ。いやー、2段目の方が厳しそうだな、ここね。いや、あそこは行きたくないね。もみくちゃだね。このリップね、リップから右に抜けて、あんま右行くとこの変な岩の影のエリーなんだけど、湧いてるところに入るんで、リップから右曲がってこのまままっすぐ抜けるような感じ、曲がらないようにです。引っ張られそうな雰囲気はあんだけど、ちなみにね、最初にも言ったけど、ソロでしかも水が減って初なんで、普段下ってもちょっと怖いですね。それも何月に下ってからね、もう3ヶ月ここで来てないんで、久々は怖いよね。よし、行ってみましょう。なんでこんなに差しかかったこれ。よいしょ。いやー、コース簡単になったけど、こいつが運転できない。